おお。いや、やっぱいいね、このムービーがあるの。わ、やばい、ランゴスタクめっちゃ死んでる。わ、ランボ救われるで、そんとこったら。うわ、かっこいい。うへえ。いや、いいね。いや、雷の飛竜って何気にないんじゃない？フルフルとかはなんか飛竜っていう感じじゃないけど、さっきの、あ、ごめんなさい。今日はね、ライゼクスを倒していこうかなと思ってます。で、そのモンスターね。見た目完全に飛竜で、雷で、ちょっとトサカみたいなのがついてるのが、ちょっと、残念な気はするけど、それでもやっぱ雷まとってる飛竜ってめちゃくちゃかっこよくないですか。武器とかもね、きっと強いんじゃないかなって思ってます。ラギアクルスと同じだね、雷って。やっぱあれ、雷ってかっこいいよね。まあどのモンスターでも、まあ、フルフルはちょっと特殊かもしれんけど、ちょっとまあさっきの場所はどこ？はあ、なるほど。なんかパッと見、モノブロスの感じがしますね。あの、セカジで出てた一角獣かな？ディアブロスの一本バージョンみたいな。ごめん、前言撤回だわ。全然行動パターンが違う気がする。見た目完全に飛竜だけど、行動が、全然違う感じがする。え、レウスこんな動きしてなかったもん。あ、この動きはレウスだね。もうむちゃくちゃだ。やばいな、これ勝てるかな。こういう初見で戦うときって、やっぱりね、どこかでこう、ある一定のさ、動きをして、どっか止まったタイミングを見計らって攻撃するのがやはり定石なんでね。まあ、その辺のタイミングをしっかりと見抜いていきたいなとは思っておりますが、ちょっと完全にこれ動きがね、特殊だね。特殊だね。あ、この尻尾攻撃はま、なんだ、もうあやこいつするか。なんか、ライゼクスはさ、ちょっとなんか体力ありげーな感じはしたけど、このモンスターはさ、ちょっと、わっぱばい。ちょっと細身だからさ、ちょっと体力なくて、攻撃力の高いモロ刃の剣型のモンスターっていうイメージがある。やーん。いやーでもね、やっぱビリビリが怖いところってね、フルフルの時みたいに行動をさ、制御されるっていうのかな。あ、これがあれですね。はいはいはい。いいですよ。ああ、食らわされますね。はいはい。あ、これあれだね。翼を地面にぶっ刺さってる状態ってことだね。要するに。つまりは、このタイミングは攻撃できる隙というわけですわ。あ、オッケーオッケー。はいはいはい。危ない。今なんか来るなと思ったわ。はいはい、これ攻撃チャンスね。チャンスよ。当たんないね。当たんないね。全然。あぶない。いや、でもいいですね。新しいモンスターと戦うっていうのは楽しみ。っていうか、この、このステージの緑と、ちょうどいい感じにこの黄緑色が映えてますね。映えですね。なるほど。あの攻撃は、やはり大きい攻撃な、だから、ちょっと隙が出てくるという感じですかね。なるほど、なるほど。まあ、なんとなくですけど、攻撃は読めてきたかなというところで。
しっかり攻めていきましょう。こういう系のモンスターはね、まあ、がっつり攻めて、まあ、攻撃は食らうけど、しっかり攻撃を当ててひるませていくっていうスタイルが一番ベストかなと。ただまあ、体力にはしっかりと、自分自身の体力にはしっかりと気をかけてやっていくという感じですかね。んーなにー？オーケー、そう、こういうことよね。なんか来るなと思うよ。あっ！いやー、今尻尾攻撃来るな、思ってないけどなー。ちょっと読めんかった、今のは。やっぱレウスと同様、おう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 。あっ！え、待って、これ操作されてる？やば、雷操作でできるってやば。距離取った方がいいなとは言ったけど、これ距離取った方がいいんかな。あ、やばい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 。やばいやばい、これマジで読めない。やばい、バンジキュースか。なんか思ってたほど攻撃力ないな。ということはやはり、あーあーあーあああ、いやもう今のは来ると思ってたよ正直。ちょっと一旦回復しまーす。あれだね、なんか思ってたほど、小技はすごい多いなってイメージあるけど、だからちょっと果敢に攻めていいと思うんですよね。ちょっと割と電撃食らっとるけど、未だにちょっとビリビリないしね。はい、わ、わ、いや、これは、なんとなくはわかるけどさ、直感だけじゃどうにもなんないよ、モンハンっていうのは。なるほど。あの雷技は、おそらく自分、このモンスター自身の、よりも内側には行かないと思う。だから、あのモンスターの内側に行くように、すればいいんじゃないでしょうか。あ、やばい、ポン、まあまあ、また戦いに夢中になってペイントボール付き合わせるというね。また5番に行ってほしいですね。あ、そっち行くか。あ、もうそっち行くともうわからんくなるんや。本当にやめてくれよ。お、なんかぶっ壊したね、今。あ、ほら、よろめきましたね。やっぱりね、体力ないんですよ、こいつは。こういう、なんか攻撃をめちゃくちゃ連撃してくるようで、なんか飛竜で、なんか薄っぺら、薄っぺらいって言ったらダメだな。だからそういうモンスターは、大概体力がない。から、っていうね。サクッと倒しましょう。オッケー。いやー、あー、最後ぶつけてきやがる、こいつ。うっとうしいなー。いや、僕はね、割とこのモンスター好きですよ。なんか、まあ、こまごまと攻撃してくるところなんかは、ちょっとね、避けれんところもあったりするけど、でもやっぱ根本的にあんまり体力がないっていうところが、いい。で、やっぱ意外と隙が多い。ここも意外とね、いい点だなと思いました。もしこのね、モンスターで武器が作れるんだったら、武器、まあ武器もそうだけど、防具とかね、作れたらぜひとも作ってみたい。まあ能力と、あとはかっこよさにもよるとは思うけど、まあそんなにね、下位の 武器とか防具ばっか作ってもしゃあないんで、まあその辺はちょっと見定めながらやっていこうかなと思っております。というわけで、今日の動画はこんな感じで終わろうかな。というわけで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。